四季報だけではない、占い鑑定で株銘柄を見てみませんか？株鑑。皆さん、おはようございます。優等銘柄から1銘柄選んで鑑定していきたいと思います。今日ご紹介する会社はこちら。8698マネックスグループ。現在の価格が780円。前日比43円プラスとなっております。こちらの会社、ネット社証券最大手。香港、米、豪で展開。子会社にコインチェック。20年に投資顧問会社も設立、東京都2004年8月2日設立ということで、こちらの方を鑑定していきたいと思います。まず最初に現代数秘術。こちらが現代数秘術になります。ライフパスナンバーが7、ディストニーナンバーが4ということで、この会社、1ヶ月以内にね、この1ヶ月で2回目の登場なんですけども、その時にも伝えたんですけど、まあ職人気質なね、内向的な人という感じがね、非常によく出ているようになっています。このね、ライフパスナンバーが7っていうのがね、この企業さんが生まれた時についている数字、まあ魂に宿っている数字とかね、この会社の本質とかね、企業理念とかを示すんですけども、そこが7ということなので、そうなると、この会社ね、分析検証をしていくという形になります。分析検証をね、本来するために、この現代世の中では、まあ、ルールを作っていくとかね、マニュアルを作っていくとかね、そういう形をね、まあ、選んでいるという形になります。で、その中でね、きっちりとね、その、次の人にもつなげるようにとかね、そういうふうに整理区画っていうことをね、この世ではしていくという形で、分析結果をね、よりよくね、なんていうのかな、わかりやすく他の人にができるように。それがね、この会社の基盤となっているところもあります。なのでね、この会社も証券会社というよりも、ね、海外に出ていてアグレッシブにしてるんですけど、どっちかというと銀行系とかね、研究者系とかですよね、職人系とか、そういう風なね、数字の並びになっています。で、ソウルナンバーが2ですので、これはモチベーションなので、これはね、2ということで、他者に求められていることに対して反応していくことっていうのがモチベーションになっている。のでね、最初のね、ネット証券ということで、マネックスグループがね、生まれたっていうのも、ネット証券、ね、証券会社っていうのはね、直接ね、訪問とかね、まあ、営業さんが来てという形なんですけど、初めてね、インターネット上でね、証券、まあ、株とか取引できるとかね、そういうので非常にね、まあ、画期的だったというのは、それが必要だったということ。なので、香港、米、豪で展開というのも、あとね、仮想通貨コインチェックに関しても、やっぱり必要だから動いたっていうところが非常に強いということですよね。やっぱり求められているものに対して反応するっていうのが非常に強くなっています。そして、パーソナルティナンバーが11というので、これね、他の会社さんからどう思われてますかっていうのが11なので、優しいね、繊細な会社だと思われているっていうのとね、ちょっとね、不思議ちゃんっていう形ですよね。半分ちょっとスピリチュアルに入ってるんじゃないかみたいなね、感じに思われている会社になっています。だから根はね、職人気質で、人のね、まあ、オーダーに応えていくっていうのでね、まあなんか、ハンドメイド作家とかね、まあ、職人さんとかね、オーダーメイドという形になっている。で、それがね、非常にね、人にはね、こう優しく寄り添ってくれるように、ちょっとね、不思議な感じの芸術家っていう形ですよね。そういうふうなことを思っているという形になっています。そして、今月が6になっていますので、これね、今年が6になっていますので、中と外を分けるということなので、この場合ね、まあ私が思うにコロナの関係なので、国内ということがね、考えられます。国内の方の、まあその、関連とかに充実させていく。またね、その、こちらのね、マネックスグループが持っているね、一つの分野
ていうのに対してね、充実を図るというので、今回値上がった理由がね、ビットコインっていうのが先物 ETF でね、まあ認められそうだアメリカでっていうのがあってね、その期待でね上がったということなので、なので仮想通貨市場っていうのに関してね、国内で基本的にどうやって動いていくかやっていくかっていうことをね、非常にね、まあ充実させていくっていうのでね、まあ実際に仮想通貨ではね、今ね、市場がお金がね、そこで入っていますので、そういうのでね、日本最初のコインチェックっていうのをね、非常にね、こう充実させていくっていうのは大事だなっていうのをね、まあ痛感しているっていうのがね、今年になっています。で、今月が7ですので、そこでね、分析ということなので、実際に今上がったね、状態に対して分析して、それが本当に確実なのか、先物 ETF としてそれが有効なのか、本当にね、その審査に有効によって、こうどういうふうなね、決済、どういうふうな仕組みっていうのをね、また見直すとかね、そういうことをね、やっていく。まあ、投資としてね、きちんとしてやっていくっていうことをね、非常にまあ見返すという形になります。で、来月にはね、大きくね、このコインチェックさんが乗り出すということなので、多分仮想通貨市場をね、大きくね、いろんなこう、投資商品を作ってね、積み立てとか、の他にもまあ、先物 ETF 関係とかね、そういう形で仮想通貨っていう投資商品っていうのをね、結構作って売り出していくのかなという形がね、考えられます。で、3ヶ月後には1ですので、まだしたことのないというので、まあ多分こそ仮想通貨市場の投資商品ですよね。いろんなものを組み込んだ投資信託みたいなことをね、そういうふうなものをね、打って出るのかなとね、勝手に考えているんですけど、そういうふうになっています。それでは、皆さんにとって株選定に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは失礼します。